南米ベネズエラのギアナ高地、標高2800メートルの頂上で今小さな戦いが始まろうとしています。タランチュラが狙いを定めていたのはクワガタの一種、不用意に近づいてきたところを速攻で捕獲。ところがタランチュラはクワガタを放すとその場を立ち去っていきます。クワガタが予想外に激しく抵抗したためか、もしくは思った以上に体が硬かったのかもしれません。世界に数百種類いると言われるタランチュラは、オオツチグモ科などに属する大型のクモの俗称。猛毒のイメージが強いですが、ほとんどのタランチュラは人間に対する毒性はさほど強くはありません。主な生息地は熱帯や亜熱帯、乾燥地帯など暖かいエリア。住んでいる環境によって色や姿が異なり、中には泳ぎが上手なタランチュラもいて、生態も実に様々といえます。さて、タランチュラが主な餌としているのは昆虫類ですが、中にはもっと大きな獲物を狙う種類もいます。正確にはトリクイグモという名前がついているこのタランチュラ、ほとんど音も立てずに静かに歩き回ることができます。ただあまり目が良くない彼らにとってハンティングで最も役に立つのは、足に密生している細かい体毛。この体毛で空気の振動まで感じ取り、獲物の動きや身に迫る危険を瞬時に察知するといいます。彼らのセンサーはすこぶる敏感。不穏な動きを感じるや否や、足を振り上げ体を大きく見せ威嚇。さらに切羽詰まると、今度は何やら白い粉状のものを飛ばしました。実はこれ密生している体毛で、足で飛ばして相手に浴びせかける攻撃。かけられると異常な痒みを感じるといいます。そして日没後、夜行性のタランチュラの狩りが始まります。体が大きいせいでほとんどクモの巣を張らないタランチュラ、岩陰などに潜みじっと獲物が来るのを待ちます。その時、こちらも夜活動するネズミが現れました。トリクイグモは実際鳥は食べませんが、トカゲやネズミぐらいは餌の範疇。ネズミの接近を足の体毛でキャッチすると、あっという間に手繰り寄せてしまいます。捕まったネズミは足だけではなく何かできつく捕らえられているのか身動きできません。トリクイグモは上顎に強力な2本の牙を持っていて、これらをネズミの体に食い込ませ動きを封じています。間もなく捕らえられたネズミの体に変化が現れました。体中に痙攣が起こり、ネズミの足が小刻みに震えています。これは毒腺から出た毒が牙を通ってネズミの体に注入されたため。そして食事はこれからが本番です。ネズミの動きを完全に制すると、トリクイグモの動きも止まってしまいました。休んでいるのか、何かを待っているのか。ただじっと観察していると、なんとネズミの体が溶けてきました。トリクイグモは毒腺とは全く異なる部分、口の近くにある唾液腺から消化液を出し、ネズミの体に直接浴びせかけていました。この消化液によってネズミの体は溶け、そのドロドロになったネズミを口で吸い取っていくのです。専門的にはこれを体外消化と言います。体外消化によってネズミをゆっくりと堪能するタランチュラ、食べ終えるまでに要したのは実に10時間。食後、その足元に残っていたのは溶けなかったネズミの毛と骨だけでした。